こんにちは。前回は最後の仲間 Z を仲間にしてすんごい賑やかになりました。で、今回もちょっとイベント系をやっていこうかなと思うんですけれども、アーデルハイドに来ておりますの道具屋さんですね。ちょっとここに行って、どんな仕組みやねんっていう。で、ブラックマーケットにまあ用あるわけではなくて、まあ欲しかったりはするけど、いいよな、こうやって50万かって感じ。これもそうだ、買わなきゃ。クリティカルとかで、これです、本ですね。時が解き放たれる時、ちょっとギャグっぽいけど、ここに行こうと思ってます。無限連環永久機関、まあグッズも全部手に入ったので、ザックの最後のオールドギターもラスタンで手に入ったので、ここに向かおうかと思っております。祭壇は時の彼方への扉を遥かな清掃に渡り閉ざしてきた。もしも何時が時の鍵を手にしたならば、祭壇に立ち奇跡いただく柱に向かいて扉の解放を求めるがよい。時の鍵っていうのは、前にもらったディスペラードのことです。これを柱に向かって解放していくってことなんですけど、朝に向かうは7時のしるべ、昼に向かうは2時のしるべ、夜に向かうは9時のしるべというわけで、7時スタートでいいのかな多分。で、7時の8、9、10、11、12、1、2、7時間後の2時を次やっていいんだよね。で、7時間後の9時にやってみたいな感じで、その7時間ごとにこう使っていくみたいな感じだと思います、多分。時の流れは定められしもの、しるべが示す時の道筋もまた定められしものですよね。7時間おきにやっていけばいいんだよね。定めの流れに従えて脊柱が青く12に輝くとき、果てしなき流れの果てを垣間見るであろう。というわけでやってみよう。なんか Z に引き続きこんなね、いいイベント立て続けにやっていいのかって感じもするけど、やっていきましょう。ちょっと早く覚えたいっていうのもあるんで。よし。というわけで、バスカーの方だから、すごい、めっちゃあれだ。アイテムが光っておる。後で撮ろう、これ。まだね、撮ってないやつも結構。どここれ。ここ撮ってなくない？海か、これ。ん？海っぽいよね。ごめん、ちょっと気になってしまった。あ、海だ。まだあった。あ、ここもあれか、そっか。外海から行けない場所なんだ。ここはここで孤立してる島だからか。はい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 。まあちょっと後でやりましょう。船系も後でやろうと思ってます。懐かしい。ではでは行きましょう。無限連環永久機関。まず宝が全部取れてないので、どこまでやった？結構明かりついてるよね。大体取った。あ、こっからまだなんだ。こっからまだっぽいです。これはきっとスクリュースタッフ。
そういやデュプリケイターとか集めなきゃな。もうアイテムも全部回収していかなければ。非属性耐性2で、次があれか、ロディのグレネードだ。もう横に見えてるの嫌なんだけど。あと1個ディフェンサー2だ。ディフェンサーだからちょっと Z につけてもいいかも。魔法にはすこぶる弱いが、つけていきましょう。サポートアタックもそうだ、ちゃんとみんなにつけておかないと。本当はね。つけてない人、そのサポートアタックつけることによって、両方ともつけていることによって、なんだっけ、なんてやつなんだっけ、コンビネーションアーツかが出たりするので見れるといいな。サポートアタックだと公園のキャラクターも一緒に攻撃するみたいな感じなんですけど、コンビネーションアーツっていうのもあって、ちゃんとね、なんかエフェクトっていうか、それぞれの組み合わせであるから、それも面白いんですけど、ちょっと出せるかわかんないなーって感じです。よし、これいきますか。というわけで、ウォルドギターで、各ダンジョンでこの謎のね柱見てきましたが、これはオールドギター、このグッズを使うことで呼び出すことができます。よし、これ定番ですけど。うおー、すんごいの来たぞ。レックレスエントだって。 Z 使ってみたいけどどうしよう。ザック、誰でもいいか。誰でもいいってことないけど。 Z、 J ナノミでやるか。ガトリングネイト強いが。これでいけんのかな、このメンバーで。どうなんだろう、何してくるか分かんないから。使いやすいやつって誰だ。これと、これか。即死にはなんないから、でもダメージ与えられるみたいな感じか。この辺じゃあ使っていってみようか。そうしよう。で、まず、どうしよう。あ、また運上げるの忘れた。まだ舐めてるよな、この辺の敵は。何？リタリエーションかけておいた方がいい気がするんだよな。これをかけて、あか。反撃がある。レノペーション、回復してくるんだ。めんどくさ。またね。あ、毎回反撃でこれがあるんだね。これはちょっと。めんどくさいなぁ。強力なダメージを与えていかなきゃ。グレートブースターだって。なんて生意気な。2倍になってる。怖すぎる。こっちも使うか。じゃあジェイはでも攻撃していくしかないもんな。これひどい。いやー、これ変えた方がいいかもしんない。あんまり遊んでると。ロディに変えよう。ジェーン下げて。で、攻撃すると回復されちゃうから。ガードで。アナライズしよう。アナライズして。スタ。あ、そっか。リタリエーションかけなきゃ。結構強いなぁ。弱点が、あ、火が弱点なんだ。
了解。自分でごめん、回復してもらっていい？ひざくてんか、これ使ってもいいか。使ってっちゃう？つった。Z のなんかいちいちさ、このかは声が面白いよね、ボイスが。1683しか聞かない。うわー厳しいなー、どうしよっか。フォースがちょっとたまりそう。やってみるか、全力全開。これランダムに6回切りつけます、ダメージ与えられますみたいなやつ。どんぐらいあれなんだろう。リタリエーション2人にかけたーい。2人にかけたーい。そっか、リジェネレーションあるからちょっとほっといてもいいか。ロリーはやばダメだこれ。ダメじゃん。どうしたらいいんだ。ロリーのあれ使ってもそんな効かなかったらどうすっか。どうしよっかなーって感じ。 Z が役立たねえな。Z が役立たない。なんかステータス下げた方がいいんかな。置いてな、やられたまんまじゃ済まさねえ。当たんねえ。響き返す盾に。勇気の紋章使うか。ガトリング。6030だ。これでも硬い、めちゃくちゃめちゃくちゃ硬い。ガトリングレードでも連発するしかない。ロリー頼みだ、もう早速。ちょっと貯めといてもらって、リーンフォースでフォースがっつり貯めたいな。グレートブースターまだ使ってる。重ね動きはできないよな、切れたってこと。勇気の紋章使おう。で5500か。反撃でのペーション。まあ回復があのぐらいだから、まあまだいいかなって感じするけどね。ガンガンやっていこうか。ヒットフォース止まるだろう。HP 何万なんだろう。 Z ちょっと待っててね。あとちょっとで止まりそう。パーマネンスかけとくか。踊りで真打ち。無限なる走行よ。よし、コンディション2。アクティブトリガー。チミチミ。6511。よし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 。オッケーオッケー。いいねロディ、いいね。主人公っぽくなった、やっと。隠しボスで。で、ちょっと行動順変えて、変えてっていうかちゃんとして、セシリア、Z ロディリか。これにして、で、ガトリングレイド、やりつつ、これもなんか使いたい。これとか、どんぐらいいけんだろうね。
やってみ、今度こっちやってみるわ。で、最初に勇気の紋章使おう。病原菌注入やめて。あぶな。腕に宿るは竹木力。頑張って。でもアナライズ数だからあんまりなって感じ。あ、まあまあまあ聞いた。2000いくつ反撃あるけど微妙回復するし。てぃー1万3000。よし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 、いけるいけるいける、いいねいいね。1万3000でかい。もう一個の Z のやつあんな弱くていいんかね。諦めきれない。耐性低下、おお。もう一回なんかなんかどうしようかな。耐性を仕留めてしまうと超過分のダメージを自身にバックファイアさせてしまいます。仕留めないだろうと思ってこれ使ってみるか。大丈夫かな大丈夫かな。また病原菌の、あ、病気になった。響き返すタピー。ナイス。アクティブトリガー。これレノペーションもう効かなくなるかも。病気。激しい病気が1枚1000。めっちゃフォースレベル上がるし、いいなこれ。すごい。回復できないんじゃない？よっしゃー。全力全開で好調。とどめ刺さないでね。ミス。もう普通に攻撃しよう。 Z は多分そのクリティカル率とかも普通のキャラより高いはずです。そういうなんかこう裏のステータスみたいなやつがあって、もう普通に行こう。お前は普通に全力全開で戦おう。結局させてなるものか。そんな隙を見せるから。おーすごいな、クリティカルで戦略。いやその光、 FP もガンガン上がるな、ロディ。あ、ちょっと一発少ないなこれ。今やっちゃったから、反撃しちゃったから。それでも12300。おお、終わった。倒した。全然 Z が役立たなかったという。負けられない理由と意地があるんだ。ライフチャージだ。よし、じゃあ宝を取って、全部光ったぞ。で、クソマズも慈しむ心。3つ目か、3つもいらんけど。ライフチャージが何か回復するやつか。ライフチャージ、ガード時に失った HP を回復します。だってほー、いるような、いないような、どうだろう。いらないような。ガード時にか。はい、というわけで全部、光らせたところで、ここから時の鍵を使って、どれだ、ごめんごめん、ディスペラード、時の秘密を解くことができるアイテムです。で、さっきヒントにあった通り、7時から順番にやっていこうと思います。まず7時、
目なんか、あ、光るんだ。で、次、7時間後なので、2時。だったよね。2時。で、7時間後なので、9時。すごいすごい。で、9時の次は3時、4時かな。4時。で、4時の次が11時。合ってるよね。4、合ってるはず。で、7時間だから6時、次。で、1時。で、8時。最後12時になるかな。で、3時か。次が3時。合ってるよね。3時。で、次10時。7時間後5時。お、いけるっぽくない？いけそういけそう。5時。そして最後12時。はい。なんか出てきた。ワープするやつだ。行こっか。変な場所に着いたぞ。我が名はダンダイラム、時空を司りしガーディアンである。正しき時の流れとともに世界を未来へと導くのであれば、巫女と戦士に力を授けよう。だが次元の狭間、我が元にたゆたう一つの魂がある。出た。まさか。そう、汝が胸に秘めし思い人、魂の名はエルミナ・ニエット。魔族と落ちた体は朽ちても、人の心を取り戻したエルミナの魂は帰るところもなく、ただ彷徨うばかり。すなわち、死せるは魔族の体ばかりであり、エルミナの魂は人として生きているのである。何時、何を望む？我が力にて、次元の狭間より救済し、命を司りしガーディアンが御業にて、再び生を授けるも、今ならば可能と言えよう。ザハック、そうです、エルミナさんの魂を。そうだな、エルミナを蘇らせてくれ。だが、一つ頼みがある。
時空を司りしガーディアンよ。もしも時間を操作できるのなら、エルミナの心の時間を戻してほしいんだ。魔族に落ちたこと、その手で行った破壊の数々を記憶から消してやってくれないか。可能である。だがそれは、汝の存在すら記憶から消し去ることになる。汝にとってそれがどれほど残酷な結果であるか分からぬわけではあるまい。ざっくー、分かっているつもりだ。俺はエルミナの心に罪の意識を刻みたくはない。それだけだ。俺を忘れようと、これからのあいつを誰が支えようと、そいつは覚悟の上だ。泣きそう。その覚悟受け取ろうぞ。記憶の多くを消去してエルミナニエットをファルガイアに転生させよう。もしも汝とエルミナ再び出会う運命にあるならば、導かれ惹かれ合うであろう。エニスという名の引力、信じて我が力を受け取るがよい。もうあなたが希望のガーディアンじゃないですかっていうぐらいいいこと言ってくれるよね。ガーディアンロードは結構さ、ひどいこと言ってきたのに。来た、時の歯車。本当に良かったのですか。いい女をまた口説ける楽しみができたんだ。こいつは男の道楽だよ。ザック、姫さんにはわからないかもしれないがな。まあ、かっこつけちゃって、次がうまくいくとは限らないのにさ。お前と違って足の長い俺がしくじるわけないだろ。おいロリ、高額のためにとっておきたいとっておきを伝授してやろうか。私を本気で心配していたのにふざけないでください。旅はまだ終わっていないのですよ。ザックのこの性格もいいよね、本当に。はい、というわけでですね、この世界のどこかにエルミナが転生してるんですよね。これをなんかどこにいるのか知らずに今一から探すのも楽しいんですけれども、さすがにそこは忘れていないので私。会いに行きましょう。でも多分さ、再び出会えればきっとまたねって思いますよね。この二人なら。というわけで、めちゃくちゃ近いんですけど、ここ水の町ミラーマ。さあ、どこでしょう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 。噂とかあるんかな。この辺のさ、入り口の人、そういえばさ、あの知り合いだったんだよね、エルミナの。これこれ、あれ、これだ。モンターグさんの酒場に新しく入ったウェイトレスさん、どこかで見覚えがある気がするんだけど、きっと気のせいね。私の考える彼女だったらきっと私のこと覚えてると思うもの。うわー、やっぱいるって、いるって、いるって。みんな話してくれる？あの人だけかな。
そうかもしれない。出た。この話もあるんだ。無理だと分かっていながら僕は力ある、強い男に憧れる。その理由がようやく分かりました。昔近所にすごく強い女の子がいたんです。赤毛で綺麗な顔立ちの。僕彼女にずっと憧れてたんです。ザックのライバルがこんなところにいやーすごいなー。でもちゃんとさ、その出身地に戻ってきてく戻ってるっていうのがまたねー、ちゃんとあれかもしれない。どこに転生したか知らなくても町の人の話もともと聞いて回ってればあそこかなみたいな感じに思うのかもね。もう楽しみすぎて。でもそうか、なんだっけ、ウォーターゲート事件だっけ、あの臭い事件引き起こしたのがエルミナだっていうなんだかな、なんだかなって感じだよな。マシュさんだ。寂しい思いをさせたから割り合わせのものでカメハウスを作ってやったんだそうしたら予想以上に喜んでくれてな。年がいもなく照れたが、まあ悪い気はしないな。なんだそのあの女の子のカメハウスって。よし、じゃあ酒場に行きましょうかね。いる？いる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 。いるじゃないですか。ドキドキするんだけど。あの新米店員さんはただものじゃないね。マスターの延々と続くダベリを、とつなく交わす姿に、俺はプロの仕事を見たよ。そこ？俺もお嬢ちゃんたちやあの手際のいい店員さんを見習って気合を入れてみるかな。でも今日は酒が入っちまってるからな。頑張り始めるのは明日からにしようかな。新しく入った店員さんいい女だな。ルックスはもちろん、何より動きにキレがあるのがいい。ああ彼女みたいな人が俺の帰りを待っててくれたら、渡り鳥家業にも張りが出るんだかな。みんなの憧れの的じゃんこれ。そんな、あの子が来てくれたおかげでこの店も随分助かっているよ。愛想がいいだけじゃなくて酔っ払った客のあしらいもうまいしな。ん？あんたもうちのウェイトレスが気になる一人かい？だったらまめにこの店に来ることな。うまいな。可愛い顔に似合わない鋭い肘鉄に身も心もノックアウトされた野郎が夜になるとうじゃうじゃ湧いてくるんだ。肘鉄うかうかしてるとライバルに取られちまうぞ。すごい。この間からうちの店を手伝ってくれてる赤毛の子、記憶をなくしているらしいんだ。かわいそうに思ってボランティア半分に雇ってみたんだが、思わぬ拾い物だったよ。働き者の上、サバサバした性格の感じのいい子でな。ずっとこの店にいてくれれば嬉しいんだが。だってザック、話しかけちゃおう。まさか。すごいなぁ。私の顔に何かついているのかい？確かにもう顔はそっくりだよね。それとも。やっぱこの制服がどうにも似合ってないとでも？それは私もわかっているんだけどね。確かに似合ってないわ。あんた私を昔の女に似ているとでも言って口説くつもりだね。安く見られたもんだね。もうちょっと気を利かせておくれよ。でもどうしたの、そんなに驚いちゃってさ。私変なことでも言ったかな。いや気にしないでくれ、こっちのことだ。なんでもない。なんだか訳ありって感じだけどね。もしかして
私に関係あることなのかな。こっちの事情だけどね、私さ、自分が何者なのかほとんど記憶をなくしちゃっててさ。まあこうして制服は似合っちゃいないけれど、食いぶちワードンで困ってないんだけどね。不自由といえば名前くらいかな。とりあえず仮の名前はあるんだけど、どうにもしっくりこなくてさ。そうだ、あんたの名前まだ聞いてなかったよね。よかったら教えてくれないかな。俺は俺はザック、ザック・バンブレイス。覚えておくよ、ザック。だからあんたも私目当ての常連になっておくれよ。このリボン受け取ってくれないか。突然どういうつもり？私にプレゼントだって？これは受け取れない。古いけれど、とても大切にされたリボンだ。わかるよ。思い出の品ってとこだね。これは、あんたが持っていた方がいい。思い出は、大切であっても過去のものさ。今日、出会った女に渡すものじゃない。安心したよ。まるで変わってないんだな。お得意の説教癖だけはよ。なんか言った？よく聞こえなかったんだけど。なんでもねえよ。邪魔したな。そろそろ引き上げるとするぜ。ザック、また来てくれるんだろ？ザック・バンブレイス、待ってるよ。気が向いたら、ま、そのうちな。あー、超泣くわ。超泣くよ、こんなの。あんたのいでたち、渡り鳥、それもケンスってとこかな。かっこいいじゃない。私にも剣が使えるかな。冗談だよって言ってるけど、私って意外と力持ちなんだよね。酒のピッチャーや料理のたっぷり乗ったお皿運ぶの全然苦じゃないんだ。もしかしたら記憶を失う前の私もこういう仕事をしてたのかもね。過去の記憶がないことをことさら悲観的になれないわ。だって人間誰しも忘れたいことってあるじゃない。過去がないってのは幸せなのかもね。いやーもう、あーもうこれで終わりかな。これで終わりかな。いやーもうさ、あ、まだあった。そうだ、ちょっと待ちなよ。ちゃんと空気読んでくれる。あんた渡り鳥だろ。だったら私からプレゼントだ。あ、すごい。記憶も何もかもなくした私だけど、これだけはずっと持っていたみたいなんだ。へえ、これはナイツ時代の
あーまた泣く。ダメだ、あれも受け取れない。思い出を渡してはいけないって、さっきも。そうさ、そうだけどね。記憶はなくしたけれど、私にはわかるんだ。この剣はもう、私の必要とするものじゃないって。だからザック、あんたの旅に連れて行ってあげて。剣を必要としない。ウェイトレスに必要なのは、せいぜいフルーツナイフだよ。そうだな。もう剣を必要としないでいいように、俺がお前の守り手となってやる。けどすごい持ち方してたと今剣。頼むよバンブレイス。ああそうか、あんたの名前はそういうことなのね。あー早打ちレーザーシルエットきた。レーザーシルエットは使用者の反応速度が相手の反応速度を上回れば上回るほど威力が増す強力な早打ちです。アクセラレーターと併用することによりその威力はさらに高くなります。何言ってんだか自分で分かんないや。もう反応速度が高ければいいのね。はいはいはい。いやーもうさーザックよお前。というわけでこれが最後の早打ちだと思います。レーザーシルエット、敵単体を目にも止まらぬ連続斬撃にて切り刻みます。攻撃回数はこちらと対象の反応の差分により増減します。だそうです。アクセラレーターと併用すると攻撃回数が加速度的に上昇します。めっちゃ強くない？めっちゃ強いよこれ。ただ反応がジェーンの反応めっちゃ強いという600点。はい。いやもうさいいよねこの辺のレーザーシルエットマキシマムリスクとか覚えるあたりがもうめちゃくちゃ胸熱なんですけども。いやーやばい、もう終わりにするからあれだぞ、一旦花神タイムとか挟まないぞ。うわ、はい、ここでじゃあ終わりにしよう。よかったね、記憶はなくしてもやっぱ感じるものはあるんだろうなと思って。いやいいですねこの二人。なんかいろいろあったけどお互いなんか惹かれるものもあってね、この形で落ち着いてよかったなと思います。超泣いてるんだが。はい、でまあサブイベントはここまでにして、次回から何しよう、カオス系やっていくかもしれません、考えときます。はい、ではここで今日は終わりにします。ご視聴ありがとうございました。